年末に結構レトロゲーム買ったんだけど、また買っちゃったよ、年始に。まず買ったのこれ、ドラクエ。スライムモリモリ、ドラクエ。そして、ルカ。これなかなかなかったんだけど、やっと見っけたよ。500円。そして、この、イルルカ。これイルルカ。これ当時持ってなかったな、やってなかったな。そして、ワリオランド3。これ3出てたんだと思って。これでワリオとドラクエはもうコンプかな、これで。レトロフリークに入るの。で、ちょっと調子に乗って、バーチャファイターキッズ。これはレトロフリークには入んないんだけどね。これ懐かしいな、これやってたな、俺。そして調子に乗って、モンスタープロレス。なんかよく知らないんだけど。うわ、ハゲてんな。ハゲてるけど、これ1100円だから買っちゃったよ。なんかアトランチスみたいなやつで、筋肉マン世代はちょっと買っちゃうよね。なんか調べたらなんかロープレイコマンド方式のなんかプロレスらしいんだけど。ちょっとノリで買っちゃったよ。これ、ネットだと2000円するんだけど、これ1100円だったから。そしてこれ、ブックオフで頼んどいたあの、DS の北斗の剣。あの、飛行つくやつ、ペンで。これ3個目ぐらいだな。前持ってたもんな。買って売って買って売ってまた買ってるという。こんな感じなんだけど、今行ってきて、それで、元旦の日に俺、駿河屋でさらに10本ぐらいポチってるんで、まあ、それはまた今度で、ちょっとやってみるか。これ懐かしいな。これは実機じゃないとできないからな。ちょっとセーブデータ見てみよっか。イルルカの。無事読み込ませできたんで。どれだ？これだ。まずイルから行ってみよっか。いや、ルカのがいいか。ルカのはいいか。入ってるか。読み取ってたけどな。あー、ない。ないじゃん。何よ。あれ、セーブデータ読み込んでたけどな。じゃ、いるね。こっちの方が高いんだよな。来い。わあ、ないや。ダメだ。やっぱ消えてんのかな。残念だな。ちょっとそれでさっきのアトランティスみたいなゲームやってみようか。なんだっけ、モンスタープロレス、これだ。これどういうゲームな、俺知らないんだけど。当時もコンティニュー、ちょっとセーブしてコンティニューやってみよう。パスワードか。あ、パスワードだ。ダメだ。これか。キラーアマゾン。これ表紙のやつかな。なんかロビンマスクっぽい。キングコブラっぽい。キンターマンみたい。あ、でもこの連中しかいないのかな。あ、やっぱこれだな。めっちゃ長い。
ける。まあ、どうやろこれ振り分けか。めっちゃパワー上げちゃう。これなんだ。まあ気持ち悪い相手。ねえ、何これ、どうなんだこれ。ギロチンドロップ。うわ、なんだこれ。え？どうやるんだこれ。背骨が死ぬ。全然勝てないじゃんこれ。ギロチンドロップ。あ、連射すんのかこれ。あ、連射すんのかなこれ。あ、負けた。うわ、なんかドットがすごいなこのゲーム。一回も勝てなかった。はい、すげえなこれ。ドットがすげえな。めっちゃ綺麗じゃん。プレステ5並みに綺麗じゃんこれ。一回も勝てなかった。終わった。なんだこれ。ちょっとやり方見なくちゃダメだな。あと何買ったっけな。アドバンスのこのドラゲ、これはセーブデータあるかな。モリモリ、なんかトレジャーズでスライムがなんか引っ張られたと見て欲しくなったんだけど、これあ、残ってる。スラリン、何これ。100匹って書いてある。100匹。ちょっとこれやってみよう。うわ、これどうやるんだろう。うわ、これやってないな当時。うわー、すげえ伸びる。何これ。うわ、スイッチでも出せばいいのよこれ。もうどうやるんだろう。なんだこれ。すごいじゃんこれ。めっちゃやり込んでるじゃんこれ。これ全部やり込んでる人なんじゃない。100匹でゴールドマックスだよ。すごいやんこれ。この人のセーブ残しとく。これででもあれかな、レトロフリークで入れられる
ドラクエは全部揃ってるのかな。あとワリオも揃ってるんだな。これとこれと3買ったから。ワンはマリオランドのだったかな。であと何日か後にゲームボーイのスパルタン X 買って、あと何買ったっけな、アドバンスなんか、あと3つぐらい増える予定なんで、今825、数日であと828ぐらいになるかな。こんなもんかな。とりあえずちょっとこのモンスタープロレスちょっとやってみよう。こんなもんかな。